木村拓也、家族シェアの提案に厳しいハードルになるかな。高機能エイジングケアブランドカナードゥルのブランドキャラクター就任新 CM 発表会が22日、都内で行われ、ブランドキャラクターを務める俳優の木村拓也、51が登壇した。木村は、肌のお悩みについて聞かれ、どこまではないです、としつつ。 表に出ることが好きなので、世の中的には美白ブームですが、自分はどちらかというと逆行しています。火に当たることが大好きです、と説明。外で長時間過ごした後なんかは、よく注意をスタッフから受けます、苦笑。知らないぞ、とよく言われます、とし、カナードゥルを使用して美肌を保てるよう、気をつけます、と答えていた。 また若い世代へ商品を進めるために家族でシェアすることを提案された木村はすごくありだと思いますとしつつ年頃の女の子がお父さんが使っているのと同じやつを使えるかは厳しいハードルになるかなと苦笑いでもそういうところでコミュニケーションが生まれればすごく良いですよねもうなくなりそうだから新しいのを置いておいたぞとか 皆さんの生活の一部、身近な存在として置いていただけたら嬉しいですね、とアピールしていた。